こんにちは、黒田和義です。今日もご視聴ありがとうございます。今日はですね、昨日の楽曲解説から、ドクタージジキル、ドクタージキル博士のですね、ドクタージャッキルという名前で言うっていう人もいますが、これの、ドラムソロの話ですね。高速のドラムソロに対して何か指標ありますかみたいな話で、この、ドラムソロは比較的そういうのが満載なので、やっていきたいと思います。最初はですね、タタタラタラっていうフレーズがあった後に、そこからドラムソロっていう風に多分リックは決まってるはずなんですね。1とかやってみると、というフレーズになってて、だからなんかこう、この決めをやった後にもちょっと迷いがあって、レガートで無理やりなんかバスドラで歌ってる。みたいにちょっとこう慌てたような感じになってるんですが、この時にここで使ってるこのフレーズ、これがまず一つの、ワード、一つの速いテンポのワードだと思ってください。これね、パラディドルなんですよ。でシングルパラディドルで、でこれアメリカ人すごいよく使うんですね。日本人ってどうしても、日本人とかフュージョンの人ってどっちかっていうと避ける、ちょっともさい、もうパラディドルそのまま使うんかいみたいな感じ。まあデーブ・エッグルとかだったらみたいな、こうインワードとかを使えそうなところをね、この方がなんかかっこいい感じがするんですが、これをわざとシングルで。でもこのシングルパラディドルっていうのはやっぱりこう非常にこうルーディメントで基本形だし、やっぱりこう交互に打つことに比べてダブルが入ってるから、やっぱ複雑に聞こえて、その当時やっぱ流行ったんだと思うんですけど、ルイス・ナッシュとか普通に頭から。みたいなフレーズ非常に平気で使うので、ただめちゃくちゃスイングしてるんですごいかっこよく聞こえるんですね。だからまあすごい、そういうやり方としてはこのパラディドルを使う。そうするとこれちょうど右手でシンコペーションする。そうするとこれ、マックス・ルーチもよく使うんですが、速いテンポのね、チェロキーとかでも使ってる。みたいな感じのフレーズにすると速いテンポだけど、これ1回やったら1小節だから、でしかもシンコペーションしてるから非常に使いやすいですね。このフレーズは覚えて、でまあここはロールにしちゃったみたいな感じですね。じゃあ2回目のフレーズはゆっくりやると、これはうったたうったたっていうのなんかフィリーよくする、裏拍。このフレーズも裏側だからシンコペーションしていくじゃないですか。なんか速いテンポで使いやすそうですね。このフレーズが2つつながってる。というのが2番目のフレーズね。で次の3番目が、これややこしいんですけど、タッツトッツタカタカントコトコントンタンタン、よく使えそう。だからこのまま行くと、間のシンバルを入れないと、非常に使いやすいけど、これ間にシンバルの音が聞こえるんですね。左手で叩いてる。すごい難しい。バックビートとかでも入るんで、すごくかっこいいんですよね。これなかなか僕使えないですけどね。4番目のフレーズはですね、これは普通にシングルだと思う。これで、最後はこのフレーズがタドン、これ僕の言ってるワード A なんで、ワード A ってすごいこう使いやすいですね。普通にワード A をでもいいんですけど、ラフを入れるとフィリっぽくなる、裏から押す感じ。
感じの振りになってますね。まあタムの位置とかちょっと今変わっちゃったと思うんですが、こういう感じです。なのでこれは3拍です。タカタカタンって言ったとしても3拍フレーズにするか、それかあのタカタカタンって言った時にパラジョル使ってというフレーズにすると、速いテンポでもこうなんかその速いテンポで裏拍から裏拍からアプローチって結構難しいんで、表拍からアプローチして、シンコペーションかっていう風にこう3拍フレーズでいくか、それかってやると非常に使いやすい。ここの、4つの、4バース、まあ4バースっていうか変則ですよね。8小節4小節、8小節4小節。1回目に至っては6小節、6小節ですから、ちょっと変則ですけど、ここのソロの部分を見るだけでもこんだけの学びがあるということですね。で、これから、またアルトサックスソロやって、それからまたマイルスが、なんか、タバラバラ、ラバ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 ラってこうピアノと追いかけをするんですけど、で、また今度、そこから、タータッタだったらって普通に行きます。で普通に行ったらこれやっぱり同じように、ここはさすがに全員受けてですね、タータッ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 、ここのフレーズが難しいですね。3拍でだからここのフレーズですね。で、ここから、次に、ここからコーラスは2コーラス分。要は完全にドラムソロは6小節プラス12、12でソロをしています。ここはもうアクセントですね。フレーズとしてかっこいいですよ。で、ここから。もうこれさっきの出てきたフレーズですね。で、ここは、さっきの。ここを3拍でいってます。ですよね。だからコーラスの頭は表でちゃんとここコーラス頭って示しといて、あとは裏アプローチする。全部裏でいっちゃうと結局まあよっぽどめちゃくちゃうまかったらすごいんですけど、こんだけ早いとやっぱりなかなか頭が分かりにくいので、ここは頭って提示しといて裏アプローチする、頭って提示しといて裏アプローチするっていうことですね。ドラム一人だけなんで、だから全部裏裏裏って、これバッキングがあれば全部裏でもいいんですけど、バッキングがないところだとやっぱりここが表でこっから裏アプローチみたいなところをちゃんと分けてるってことですね。非常にうまいですね。でこれはもうパラディドルをこっちで、テーマに戻るってことなんですね。なので、非常に、分かりやすいのが、まあ、何回も出てきてるパラディドルの、シングルパラディドルの右左右右右左右右左右右右左右右、ここでシンコペ、これやってるとこれで4小節でしょ、ね、これで2小節ね。で、だんだんこういうの、これってこれの音感の違うやつだから、こういうフレーズをうまくこう使い合わせる、こう一旦止まるみたいな、でもシンコペーションしてる、フレーズのこういう使いやすいフレーズを頭の中にあって、要は頭にこう浮かばなかったら結局空白がずっと続くと困っちゃうんで、まあでも早いテンポで空白ハイハット踏んでればみたいな感じでこう組み立てていくってこともできるんですが、管楽器が来てここまでアプローチでタッ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 タってやってから静かにするってなんかやりにくい。そしたら立て込んだ感じでやりたいけど、全部アクセント移動にしちゃうとやっぱりなんかこう手ばっかりになっちゃう。こういうソロ
になっちゃう、それは単調になるちゃうじゃないですか。足を裏側を入れたい。このこれを、こればっかりでやっておいて、今度音階上げる。タドンを音階を変えて使う。それあとこのただの8分音符だけじゃなくてっていうこうパラディドルを使ってシンコペーションを入れる。あと3拍リズム。といったものをうまく組み合わせて作ってますよね。あとまあフィリーの特殊なのは。音符で言うと、僕の音符で言うと9番の音符をずっと羅列する。そうすると不安定でしょ、全部裏だから。っていうような感じのフレーズを、要はこのままコピーしてこのままこのテンポでやれって言われたら、僕もこう今からやれって言われたらちょっと、すみませんちょっと時間くださいって話になるんで、というわけではなくて、こういうところの譜面をコピーした時にこうなぜこのフレーズを叩いてるかってことを読み込んでいって、それを自分で咀嚼して使うようにすると、今みたいにフレーズがこの中ではよく使ってることが4つぐらいあったでしょ、音階のっていうの、これ3拍のフレーズね、っていう風に使うと、これをこうエッセンスとして取り入れて、これを自分で組み直す練習をするんですね。要はそういうことでしょ。だから結局人のフレーズをそのまま、松下幸之助さんの言葉をそのままずっと全部その言ってる声通りにやるんではなくて、それってなるほどなるほど、自分の言葉に置き換えるとこうだよねこうだよねっていうのがすごい大事なんですね。というわけで、ドクタージキルから読み取る高速ドラムソロのコツということでございました。わけで、今日も最後までちょっと内容濃かったですが、お疲れ様でございました。ありがとうございます。